麻生太郎、減税に反対しない。本日、麻生太郎副総理兼財務大臣が国会において、景気対策として減税が一つの案だというのは世界の潮流だ、反対するつもりはないと発言いたしました。先日、トランプ大統領が COVID-19 関連の経済対策として減税を発表しておりましたが、 現在この COVID-19 の感染拡大を防止するために日本国内において人の動きが縮小しておりその結果多くの産業で影響が出ておりますので日本政府には様々な形で景気対策緊急支援を実施していただきこの コビット19の被害が、経済への被害が最小限で収まるように、対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。